みそのの友達来てくれました。ポニャンナです。イエーイ。アンナはだからいろんなものをプロデュースしているということで、今何ですか？シャンプーとか、うんうんうん、化粧品系を、あ、化粧品も始めたの？はい、うんうんうん、やってるんですけど、でも大したことないんですよね、本当は。いや、そんなことないじゃん。でもロールパンを作ったって嘘つくような女ですよ。山崎のロールパン、ロールパンです。それを作りましたって言って、で、そして10年後に実はあれ嘘だったんですっていう、この全部その山、もうザ・山崎パンを作ったって嘘ついてんのも面白いし、はい、それを10年後になんか有吉アナ以外で今更バラすみたいなとかも面白かったんで、はい、うわあんなってめっちゃおもろいやんって思ったんですよ。なんだったらお姉ちゃんとも仲良くしてるんだもんね。そう、それも結構ね、意外というか珍しい。お姉さんは同い年なんですよ。うん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 。ええだから何本当だったらさ、そのプロデュース商品もさ、はい、持ってきてもらいたかったし、説明もしてもらいたかったし、うん、そういうの実業家っていうの、プロデューサー、はいはいはい、それを聞きたい。そういう、私はあんまり喋りたくない。え、じゃあな、何話すんよ今から。みそのさんがじゃあ嫌いな芸能人の話ちゃんとしたい。いや、だってどうせ使えへんもん。特にあんなの嫌いな芸能人とか。これ、うちとアンナの友達、共通の知り合いですか、友達ですか。友達、はい、後輩、はい、のユシンがプロデュースしている。なんか服だけでなんか三役になる。そう、洗顔と角質保湿、この朝、しかも起きた時にさ、目やにとかついてるやん、はい、これをマジで拭くだけで洗顔もなしでいけるし、で、しかもさ、洗顔した後ってもうカッピカピやん、うんうんうん、つけたいみたいになるやん。それも、もうこれ。へえ、スピン出したことある？そんな別に私の好きで、そんな誰も期待してない。え、だってさ、要はもう加工できないよ。本当に使うよ。初公開じゃない？初公開。うちは結構テレビで、そんな大それた、はい、あるのよ、そのスピンになってくださいとか、はい、でもあんな、あんまりさ、インスタとかでもさ、スピンのっけてなくない？のっけてないです。でもいいのね。はい、いいです、大丈夫です。じゃあ、はい、これなんか違うんですね。さっぱり爽快タイプ。あ、しっとり、しっとりにします。はい、じゃあうちさっぱり爽快タイプ。じゃあまずは2人でメイク落としとくからやる。はい、ということで、すっぴんになりました。結構もうやっぱ乾燥してるからカピカピだね、うんうん、みそのさん全く変わんないですよね。変わるやん、見てよ、めちっちゃ。じゃあこのカピカピをね、はい、うん、すげー、除滴、除滴、あ、そうですね、はい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 、で、で、これをでシートを1枚取り出し、デコボコ面を乾いた肌に当てて顔全体を優しく拭き取ります。うん、あ、気持ちいい。あ、でもね、そっちしっとり、しっとり、こっちは結構さっぱり系、なんかスースーする。へぇ、あ、気持ちいい、うんうんうん、香りも。で、しかもさっぱり、これ寝ている間の汗や皮脂、毛穴の汚れをスッキリオフするのも入ってるんだけど、うん、角質、古い角質によりザラつきとかくすみも拭き取って浸透力アップ。へぇ、さらに保湿、お、それが嬉しい。メントール配合で、こっちはさっぱり爽快、うん、シトラスシャボンの香り、そっちは、こっちはトロピカルローズの香り。え、ちょっと待って、何しとってんの自分。ちょっと贅沢タイプなんだ、私。ちょっと3枚でもやっぱそうでしょ。うち1枚でめっちゃさっぱりやし。3枚やっぱ金持ちはちゃうな。こう1枚、1枚なんですよ。1枚でいいのよ。1枚でもひたひた。ちょっとじゃあ交換して、交換しましょう。行きます。3枚使われてもらう。あ、全然違う、全然違うの。これなんか朝とかいいですね、寝起きに。こっちなんかもっちりだね、もうこの当てた感じが。あ、うちこっちの方が好きや。うん、私もこっちの方が好き。もうやめて、そっちメイクなるから。男性いいんちゃう、なんかさ、うん、男性ってさ、いちいち洗顔したりさ、なんかしーひんや、水でバシャバシャって洗って終わるやん、うんうんうん、私も朝は顔洗わない派なんですよ。そういう人いるよね。コットンに化粧水つけてこう拭き取るだけなので、これはすごいいいと思う。あ、ちょっとあれ、これちょっとすっぴんじゃないっすね。まつげ X してるのは許そう。眉毛とちょっとアイラインも入ってるんで、え、あとカラコンも入ってるんで、全然すっぴんじゃないんですよね、私。ということで、じゃあ今回の私物プレゼントなんですけれども、このトートバッグ、お、これに、みそのとアンナのサインを入れて、うん、1枚。あと、アンナのなんか視聴者のプレゼントしてよ。もちろんそれ持ってきます。ということで、みそのとアンナの、いや、アンナでしたー。いいね。バイバイ。